するしない1月2日元旦の次の日そんな始まり。さあ元旦終わってさ、はい、思い出して書いたじゃん。書いた年賀状。年賀状餅食いたいって言ったじゃん。言った。ねえ叶ったよね。早くね。ねえ佐藤の切り餅ありがとうございます。ありがとうございます。でしかもね今日はやっぱりね、うん、正月ついたお餅でしょ、うん、いろんなお餅をきなこアピールやばきなこ食べたいきなこ食べたいって言ったらきなこ餅かなった。私の買ったきなこが役に立つ時来たわ。はうちゃんはこれサーモン糖、私がサーモン糖がいいって言ったら、うん、普通の上白糖でええやん。上白糖体に良くないってお母さん言ってたもんね。そうサーモン糖にしなさいって。高いこれ。ちょっとねちょっとお高い。でもいいじゃないこんだけあるんだから家持って帰ろう。はるちゃん何にするの？私はもうしょっぱいの大好きだからお醤油とこれね、サーモン糖ね。そう、あのね、群馬はね、何でも砂糖入れるですよ。砂糖に醤油。砂糖醤油派？砂糖醤油ばっかり、何でも。いやもうあれだ、群馬ね、これ群馬セットで。群馬セット。じゃあ私、きなこセットで、うん、でね、あとね、なんか新たにこういう商品が出てるんですって、世の中には。すごくない？これ何？ずんだ餅とみたらし餅で、うん、なんかね、やり方はね、うん、あ、お湯で溶くんだ、うん、大さじ1のお湯で溶いてで混ぜて、それをお餅に絡めるだけなの。超楽じゃん。これもやってみて、うん、ちょっと味の評価をあ、いいねつけようかなと。これ超いいよね、うん、これ本当に美味しかったら家族に持ってこ評価しよう。いいね。というわけで、この1月2日はもつパーティー、イエーイ、きなこ。さあ、では4つのタレができました。まずは、ずんだ。すごい。で、これがみたらし、みたらし、うん、で、さうちゃんの醤油、砂糖醤油で、ひなたの大好ききなこで、これの4つで、じゃあ試食タイムいきましょう。お餅、餅が届いた色が一緒だから全然わかんない。こうやればいいんだ。はい、餅ができました。はい、早速食べてみよう。実食。じゃあはるやっぱ好きなのからいく。好きなのからでしょ。じゃあはるちゃんの海苔やっちゃうからね。あ、じゃあきなこ先いくわ、うん、じゃあ ひなたのきなこを先に。いいよ、いただきます。早っ。お餅食べたかったの。きなこめっちゃつける派なんです私。髪もいい。めっちゃつけてる。いや、なんで？きなこってそういう餅でしょ。何言ってる？パフパフしそうじゃない？こう、できたきなこ。きなこ餅。食べます。いただきます。はい、どうぞ。いい感じ？佐藤の切り餅うまい。うわぁ。おー、すごい。うまっ。舐めてた。本当？うん、久々に食べました。うまい。後付けタイプなの？え、後付けでしょ。塗ってつけない。巻かない。なん、こうです。そうなの？こうです。なんかちょうどいい海苔のサイズだね。そうでしょ？こうします。いや、きなこうめえ。こうします。で、べちゃべちゃにつけます。これは砂糖めっちゃ入ってるからね。とってもね。そうそうそう。砂糖の比率って見えにくいわ。見えにくい。見えにくいかな。これさ、もうね、こんなになるぐらい。あー、ベタベタね。そう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 、ベタベタの、うん、こんな感じ。いいよ。もうベチャベチャにつけちゃいます。いただきまーす。エロく食べるのやめてよ。なんでもしそんな食べる風に食べれるんだよ。うまい。うまいよね。うまい。あ、でも海苔の風味が足されるとそれもありな気がする、うん、匂いがうまい。この甘じょっぱいのがいいんですよ。もうぜひね、お醤油がデロデロになるまで砂糖入れてもらって。問題はこの後の2作品ね。この市販のみたらし、みたらしとずんだが本当に美味しいのかどうか。今スーパーで手に入るらしいんですよ。え、ちゃんといっぱいつけて、これぐらいにビジュアル通りやって、がっつりね。よいしょ、一口でいけんじゃない？どうしたらいいんだろう。よ、こんな感じ。いいんじゃない？でっけえわさび乗ってる。見た目がすげえ。
じ。どうぞ。いきまーす。召し上がれ。めっちゃ枝豆。え、風味強いの？うん。でも甘じょっぱい。甘酸っぱい。甘酸っぱい。甘じょっぱい。うん、うん、うまい。どんくらい？何点？何点？え、85点ぐらい。結構つけた方がいいのかな。すごい。こんな感じで。お、みたらししてる。ね、これ一口無理よくない？いったいったいった。いったね。いったね。うん。え、うまい。本当？あられどうですか？あられ。これより、うん、お子様向けはどうぞ。あ、なるほどね。うん。うん、あられ効いてる。あられ効いてる？サクサク。なんかね、サクサク聞こえる。うんえ、でもなんかあれなんだ、面白いね。みたらしってなんかこう焼いてるやつにこう、うん、蜜的な感じでかかってるけど、あられが入ってる。うまいわ。あ、ほんと？うん。うん。さあ、では迷うな、これ4つの中から。うん。ランキング1位を決定して、ランキング1位とか4位まで全部順番つけちゃう、うん、今日は二人一緒にする？別々にする？一緒にしよう。一緒にするか。うん、一位から。相談のところはじゃあ排除してもらって。うんうんうん、どれ一番良かった？これ良かったよね。これ最下位だよね。え？これがこっちの方が意外と良くない？これより。お前醤油ベース好きなだけじゃねえ。そうかもしれない。え、でもこれクオリティすごいよ。いや、すごいけど、ずんだの衝撃の方がすごくない？ずんだもすごい。おい、もめんちゃん、これ。どうすんだよ、お前。ここ割愛したいとこなんだよ。カットカット。え、きなこは？ちょっときなこさんを。なんか劣ったよね。なんかね、この3つを出されたら。強烈すぎて、きなこが劣ったよね。繊細なんだよね、味が。きなこ3位でいい？うん、3位。いや、これの海苔は、これ海苔ずるいよ。焼き海苔がいいよ、これ。これ焼き海苔がずるいよ。でも、ずんだよりこっちよりこっちだよ、この2つなら。うん、こっちね。うん。水で溶いて、このクオリティがすごい。これはね、すごかった。やばいね。え、ずんだ塩すごいもん。ずんだ塩やばいよね。うん、で、なんかいい感じのお砂糖とお塩があって。そう、そう。うまいのよ。で、これは、あのちっちゃい頃にもっと食べたかったし、あ、うん、大人になってからだとこっちからみたいな。そう、大人になったらこの2択ならこっちだ。こっちだね、醤油ベースね。そう、うんうん、で、あーい、このきなこ、あーい、このきなこ、いや、美味しいんだよ、美味しいんだけど、なんかここと比べるとあれだよね、ちょっとおばあちゃん出てくるぐらい、ね、そうそうそう、ちょっと劣るかな、そうだよね、みたいな感じがする。では、この4種の中で2019年流行る1位は砂糖醤油。こっち、きなこが負けた。これです、これ。やっぱりボンボンコンビ、これにお砂糖入れて、いや、海苔がいいわ。これがね、やっぱ砂糖ですよ、うん、いや、なんか醤油がどうこうじゃねえ、海苔が全部最後にまとめてくれたわ。これうまいわ、ほんと。砂糖醤油1位だわ。2位は？2位はね、クオリティよね。ずんだがね、これやばい。これで、これ。これやばいです。これね、ずんだ感結構想像以上にちゃんとずんだってる。そうなんですよ。で、あのなんかそのずんだの砕いた時のちょっとボソボソ感が残ったりするじゃん。ちゃんとお豆感。そう、お豆感が残ってて、それがおもしとちょうどいいよね。そうなの。じゃあ3位は愛子の好きなあれかな。3位は。これだね、きなこ。これだね。よかった。いやー、やっぱね、お餅といえばやっぱきなこってね。いや、あんだけきなこ食いて言ってたけど、こっち刺したからね、ね。きなこ美味しいよ。これは美味しいよ。美味しい絶対裏切らないじゃん。裏切らない。でも衝撃度がね。そうなの、なんか昔からこれ食べてて、うん、安定感しかない。そう、うん、でもね、ちょっとね、そう、繊細なのよ、味が。意外な1位が欲しいんだよね。そうなの、うん、園田検査が足りないよね、これ。そうそうそう、なんかね、だからね、村上純みたいな感じだね。そう、うん、いつもリーチかみたいな。そう、こんな感じ。昔から変わらず。そうそうそう、だから来ね、今年新たにっていうと、うん、ちょっとこっちね。で、4位は、4位はまあみたらしちゃん。みたらしちゃんですね。美味しいんだよ。美味しいんですよ、うん、すごい美味しいん
ど、美味しいけど大人すごいね、甘さが強いのよ。そう、大人そうだからちびっこ向けなのかなり。で、そのザクザク感も楽しいけど喜ぶのはやっぱりちびっこ向けよ。そうね、そう、全体的にちびっこより。そう、お餅を食べるってなったら、うん、30代女子はちょっとウケないかも。もうちょっと若かったらいけたかな。何このいいランキング。いやちょっとね、いや衝撃的でしたね。こいつらはやばいですね。意外と新ジャンル来てるね、うん、来てる。他にもいろいろ売ってるんだろうな、うん、ぜひ皆さんお近くのスーパーでチェックしてみてください。はい、一度ずんだとみたらし美味しいね、うんうん、あとやっぱ安定感はここらね、やっぱ ね、 ねこれね、うん、家ですぐ作れるし、これ意外性でね。そうこれこれ、やっぱねきな粉お砂糖あと醤油お砂糖、そうやっぱこれはね、これザクザクがいいわ。そう、うん、これだった変わらんね。すげえ餅食ったわ、うん、結構もうお腹いっぱいだね。はい、ごちそうさまでした。というわけで皆様良い餅ライフをお過ごしください。はい、じゃあ2日はこの辺でバイバイかな。ですね、また次の動画も見てね。バイバーイ、いい冬休みを。